いや、マジで。死刑なんだよ。まあ、インポスターなんでね、釣ってもらって。はい、釣ろう。はーい。はーい。大変失礼いたしました。ダキオさんこれ誰の真似してるんですか？タキコなのか、誰かの真似してるんですか？これ、あれよ、あなたのお母さんよ。インポスター。ナイスです。ナイスです。ナイスです。すいません、フリーズしました。二人いるな。アドミンですか？アドミン見てたのか。アドミン見たらフリーズしました。よし、追放しよう。いや、マジで死刑なんでね、アドミン。そうだよ。まあ、インポスターなんでね、釣ってもらって。うん、はーい。釣ろう。はーい。あー、はーい。いや、マジかよ。こんな感じですんだ。ハイソンって感じでいいかな。え、違う。あ、そうか。投票できないから、この120秒待つのか。何もできない。じゃあ、サントスさんとタケオさんでガールズ投票。結構俺抜ければいいかな、これ。いやいやいや、別に。あ、いや、治る治る治る。会議が終わったら治る。会議終わったら。あ、治るのこれ。うん、治ります。治らないよ。え、まさかインポスター本当だった？あ、ガチ、ガチ。いや、本当でしょ、これ。いや、違う。メヤさん部屋の下でしたっけ？違う。部屋の下アルマです。あ、じゃあ大丈夫です。なんか部屋の下だった場合は、あ、一緒にね。バババってなんか死んじゃうみたいな。え、これインポスターでしょ？いや、もうそうですよ、じゃあもう。早く吸ってください。メヤインポスターですよ。だからメヤ君のね、性格上ね、結構真面目な部分あるから、こういうとこはね。分析されてる。どっちかな？インポスターです。ガチポスター。正解！よし。じゃあ結局、釣っとけばよかったな。うん。そうね。タキオさんとスだと思ったんだけどな、インポスター。こんないい女をインポスターと思ってな。いや、ネカマライブで。ネカマ。まさか、タキオさんのね、タキオさんのお父さんと、サントさんの奥さんがまさか金髪だったと。ね。奥さんやってんの、今これ。怒られそう。それはやめていただいていいですか？その主張はちょっとやめてもらって。大変失礼いたしました。タキオさん、これ誰の真似してるんですか？タキコなのか、誰かのもの真似してるのか。これ、あれよ、あなたのお母さんよ。アルマ母やった。アルマあんた。僕の母親が。朝方までゲームやって、本当にこの子はもう。ママだ完全に。そんなこと一回言われたことないやん。購入してるのかな。うるさいしか言われたことないから。うるさい。うわ。ああ。お母さん。すぐ真似する。まあまあ危ない。じゃあこのまま続行かな。お、本当だ。動けた。治る治る。じゃあ続行しましょう。はい。いいの突っ越してインポスターなんじゃないの？全部同じとこ？全部同じとこ入れてない？魚さんが13秒前にすでにデッド。多分ね、その前に見た時には生きてたから、だいたい15秒以内に多分死んでるって感じで思っておいてください、うん、魚さんはエンジンルームのベントに突っ立ってました。えで、ゲンさんはキッチンのバーガータスクをピカさんと一緒にやってました。あ、私はやってないんだけど、あの確かにいたな、まあ、そこら辺にゲンさん左にいたね、うん、確かにゲンさん最終コックピットの方行ってると思います。うん、ちなみにあのコミュサボ直したのはシューです。タラゲンさんはそこでは見てないです。サントス、タケオ、タカダ、シャワー。
そうっすね、うん、もうちょい詳細言うと、高田さんがタオルタスクやってるとこ、私が女性に入って、竹尾さんが一回コミサボに行ったのかなと思ったら戻ってきて、シャワー室もう一回戻ってきて終わりみたいな感じ、戻ってきました。そうですね、あの名屋さんが入ってきたんで、一緒にあのシャワーの奥の方行こうかなと思ったんだけど、はい、来てくれなかった。なんでなんで、なんかうろちょろはしてた。竹尾タオル拾いに行ったら確かに竹尾さんついてきたわ。一応アルピカが貨物です、最終ですけど。うん、左側は一回も行ってない。はい、かも。多分ね、ピカメヤ州に二度いると思ってます。誰誰誰？ピカメヤ州。あの上がってった時に、はい。あのゲンさんはどっち行ってた？残していったんかな。僕はキッチンにゲンさんがいる状況で、うん、その時に、ピカクロスメイヤーが武器庫から入ってきて、武器庫でアシューさんとすれ違って。うんで、うん、エンジン抜けた時に魚さんが弁当に突っ立ってる、金庫のマネキンタスクやってからボタンです、うん、あ、その通り、あの私もその藤宮さんが言ってる通りに、武器庫で足湯さん見てるし、うん、藤宮さんキッチンでゲンさん見てるし、展望に入る麺屋さんも見てるから、ピカさんのルートってさ、うん、最後貨物でしょ。そうだから抜けてるんだ私。お、というかピカさん目線僕隠しろじゃん。いや、うん、なんならあのコミサボ入る前に魚さん死んでるよ。魚さんが死んで、多分米サボが入ったって流れだから、うん、あ、そっか、下が診察ルートか。ピカさん、まあ、エンジンで死んでる方が魚さんでしたっけ。魚さんでは、はい、まあピカさんは無理だと思いますよ、届かないと。エンジンで死んでるの？だってエンジン突っ立ったんでしょ。まあエンジン付近でもする。ああそうか、無理だと思います。はい。おい、目やってんなお前、あいつやってんな。あいつやってるからやれなかったんだろう。ルート的にも納得だよ。まあ魚さん切るの方が、うん、あーでもまあ足名や藤宮なのかせいだと。そうですね、容疑者。まあでも、うん、あれ目指しに竹尾さんって無理なんですよ、左から来てるの目撃してからみたいな。あ、竹尾さん絶対無理。あ、オッケー。左にいる場合ね、うん、僕は魚さん見てないからわかんないけど、うん、ごめんなさい、サントスさんってどこでしたっけ。私女性のシャワー浴びてる。だから竹尾さん視点多分私が難しくて、私視点宝さんまで難しいっていうのを歌わせる気がする。あ、そうかそうか。あ、サントさんいたのか、見えなかった。そう、女性浴びているメインのとこで。あ、じゃあ竹尾さんと高田さんがシャワーにいた。ピカさん、それは確認できる。ゲンさんのキルはバイタル情報ないんですかね。あ、ないです。その15秒前に、あ、じゃあ13秒前に魚さんがデッドになってるのを確認して、うん、その後数えてる際、その後にコミサボが入ってるんで、はいはいはい、コミサボ最中に死んでるんじゃないかなって予測ですね。うん、ゲンさんがメイヤーさんの視認情報でコックピットに入ってるってことなんで、うん、メイヤーシューローラーでいいと思ってますけど、まあ、僕も一応キンコは入ってますけど、うん、それでもいいんじゃないですか。なんか僕はメイヤーさんがなんか、うん、来たタイミングとその魚さんが死んだタイミング結構合ってるなっていう印象が。あ、でもエンジンの弁当の上には魚さん間違いなくいなかったですよ、うんうん、コックピットやったらゲンさんはなんでコミサボ直しに来やんかったんやろなっていうとこはちょっと思ってます。僕展望に行った段階でピカさんとゲンさんをキッチンに残してアップロードやって、でそっから僕コミサボ向かったんですけど、そこではもう誰も見なかったんでっていう状況ですね。アシューさん視野広くないですか。私アシューさん死にできてないですけど。あ、見ましたよ僕はキッチンで。おお、どこにいるピカさんをどこで見ました、アシューさんって。キッチンの、下の方におるピカさんを見たんですけど、どこってそのどこまではするやん。うーん、どこまでって言ったらわからんかな。アルピカが多分白だと思ってるんだよね。なんでかっていうと、ピカクロスくんがメイヤーさんの、違う、ピカクロスくんがアルマくんの白を出してるじゃん。あれ片方に白を打つときってね、もう片方もやや白くなりがちなんだよね、容疑者減らすから。
アシュレさん、バーガーのところらへんで見ました、ピカさんって。いや、バーガーかどっかから、もしかしたら武器庫で見てたかもしれんけど、なんかね、武器庫、キッチン、展望って言ったけど、藤宮くんもなんかキッチンで見たような気がしたけど、武器庫ですれ違ったって言われてるから。うん、これ、アシュレさんで終わんなかった場合って、次の候補って誰になります？ピカ、藤宮。僕はキッチンからセキュリティの方に、ゲンさんが向かってて、メイヤくんがそれを、うん、あえてコックピットにずらしてきたんかなっていうふうに思ってます。そうですね、うん、ピカさんか藤宮さんで、ね、次終わんなかったら、うん、見てなかったっていう視認情報からっていう感じです ね一応私武器庫の上のたあのしまうところでアシューさんがいるのを見て、その後まっすぐ、はいはい、キッチンセキュリティにまっすぐ抜けてるんですよ、うん、なんでアシューさんが見えてるっていうのがちょっとだけ不思議だなと思ってます。ああ、じゃあ武器庫で見てたんかな。ごめんなさい。それはちょっと間違ってたかもしれない。ただ武器庫で見てた場合は、うん、多分おそらくタスク中だったから見えないんじゃないかなって気がする。一瞬チラッと見て戻ってるんで私。どこのタスクのところを一瞬でチラッと見て戻ったって感じですか。そう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 。あれ誰かいるなと思って、誰が入ったかなと思ってチラッと見たら足湯さんがいるなと思って、それだけ確認して逃げ、逃げるじゃないや、キッチンセキュリティに行ってるんで。ふんふんふん。どこ、え、どこで見た武器庫の、あの上のあのアサルトライフルしまほうですね。ああ、左側行きました。確かに行った。そう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 。うん、そこでは見てないかな。アルマさんキッチンで見たんじゃないかな。終わんなかったらどこが、うん、あ、ピカさんは魚さんキルが無理ってだけで、原産キルは分かんないです。うん。うん、あ、多分ね、あの左側に。いや、終わるよ。終わるよ。終わるよ。いや、終わらない。絶対終わんない。いや、終わるよ。もっと考えよ。もう考えても終わるよ。いやいや、じっくり考えたらもうちょっと。いやいや、もう無理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 。アシュレさん申し訳ねえ。いやいやいや、もう初日のバグのせいでした、もう自白したのがもうなんかアシュレさん上を恨んだ方がいい。そう、ちょっとなんかもうなんかもう、あ、これもう無理なやつだって、もう俺の疑いは確実にもう晴れないやつだと思ったから、もうしょうがない。またアドミン先輩が殺しまくろうと思って。かなりハードモードや、初日から。